039アンペア型潜水艦は中国人民解放軍海軍の運用をする攻撃型潜水艦の艦級。NATO コードネームは元朝にちなんで原型。なお艦型番号は041型とも言われている。セール部分は039型に類似しているが、全体的にはロシアから輸入していたキロ型の影響が指摘されている。船形は両型と同じ累積型船形。 一軸推進方式が踏襲された。推進機も同じく7翼のスキュードプロペラと言われている。構造様式は完全複角式とされており、最大先行深度は039型と同じく300メートルと言われている。本型の最大の特徴が非待機依存推進機関であり、これはスターリングエンジンを用いたものと言われている。 人民解放軍海軍は1980年代より、エイプについての予備研究に着手したとされる。およそ15年の検討において、燃料電池は安全性と、技術的困難、クローズドサイクルディーゼルは、水中放射雑音の面から不適とされ、最終的に、スターリングエンジンが選定された。1991年より、第711研究所は、 スターリングエンジンの研究を開始しており、1998年には理論モデルを作成、2002年には試作機を完成させた。そして2万時間もの試験運転を経て、2004年に本型に搭載されたとされている。なお本型の搭載機については、全員海軍年間では確実性に疑問符を付けつつ、出力 75kW の機関を2機搭載している。 ものと推測しているが、これは本型よりも一回り小型のスウェーデン海軍、ゴトランド級と同程度の出力となる。なお、エイプに頼らない、通常のディーゼルエレクトリック方式での構想の際に、用いる発電機の原動機としては、A3 9型と同様に、マトゥー 396SE84 シリーズのディーゼルエンジンが搭載されていると見られている。 ストックホルム国際平和研究所によると2012年末までにドイツのマトゥー・フリー・ドリヒス・ハーフェーン社から56機の潜水艦用ディーゼルエンジンが輸出されたとされている。またマトゥー・ディーゼルのライセンス生産も行われている。ソナーは艦首のアクティブ・パッシブ療養アレイと観測面に貼り付けられたパッシブアレイによって構成されており栄光アレイは備えていないものとみられている。 標準的な 533mm 魚雷発射艦を上に2本、下側に4本と上下に並べて装備している。ここからは YJ-82 潜水艦発射体艦ミサイルと魚雷、機雷を運用できる。建造は基本的には武漢市の武将造船章で行われているが338号艦及び341号艦のみ。 上海市の江南造船省で建造をされている。2017年、プライウッド・チャン・オチャ首相は中国からの3隻の潜水艦を購入する計画を立てていることを確認した。王立大会軍は同年1月に S26T 潜水艦の購入に向け3億8340万ドルを確保した。3隻合計で10億2000万ドルとされているが、プライウッド首相は タイのメディアに対して3隻のうち1隻は無料のプレゼントと語った。タイでは1937年に初の潜水艦を調達したが、その後50年以上潜水艦を運用しておらず、S26T は第二次世界大戦の終結以来、タイ海軍初の潜水艦となる。2015年4月、パキスタン政府はパキスタン海軍向けに、 中国から輸出版の零産級 B 型の改良系を8隻50億ドルで購入することを承認した。この取引は2015年7月23日に確定した。同年10月、8隻のうち4隻の潜水艦がパキスタンで建造され、両国で同時に作業が開始されることが明らかになった。パキスタンの国防生産大臣は、 この協定には艦艇を建造するための技術移転が含まれていることを確認した。Wikimedia Commons には 039A 型潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。